さあ、はい、ということでございましてね、いろんなものが置いてありますね。はい、まあまあまあ、まやちゃんの家と言いながらもですね、はい、まあ、今回、私がね、まやちゃんのために料理を作ると。すごい、ね、こんな広々としたキッチン。そうなんですよ。すごいですね。めっちゃ豪華。本当に。あと家の中にこの階段があるのすごいよね。螺旋ですか。なんだ、すごいな。あのね、憧れはする。いや、いいですよね。憧れはするけどね。さあ、ということでございまして、早速、料理を作っていきたいと思います。はい、ということで、ビストロー下野。さあ、前回まやちゃんがね、北京ダックをリクエストしました。しましたけれども、北京といえば。そうですよね、はい、そうなんですけれどもね、私調べました、はい、北京ダック、はい、実際に本格的に作ろうと思ったら、今ね、カンペに1日以上って書いてあるんだけど。1日以上？違います。え、本格的に作ろうと思ったら、はい、3日かかります。3日？はい、あ、そんなかかるんだ。そうなんです。1回材料を干すっていう。干す？あ、チキンを、ダックをね。そうそう、なんですよ。ということでございまして、まあ、私ね、今回はちょっと北京ダック風の料理を、そんなものある、調べましてね、はい、今回作っていきたいなと思います。それはもうそっくり北京ダック。何何、そっくり北京ダック。そうなんです。ちゃんとね、それも調べてね。もう今、なんなら入ってるんですか。私、まやちゃんが来る前に若干もうすでに、なんという、ちょっと下ごしらえというか、下準備をしているわけですね。はい、そうなんです。何が入ってるんだ。はい、そして今回はですね、それだけじゃないんです、はい、前回ですね、まあ、唐揚げは前に食べたから違うのにしようって刺さったのが、ピザだったじゃないですか。刺さりましたね。私がね、ちょっと小宮くんが、これをリクエストしたっていうのに対してね、ちょっと若干イラッとしたから少な感はありましたね。やめたんですけれども、今回ピザも作ることにしました。そうですか。はい、まあ、そんな難しいもんじゃなくて、なんかもうこう投げたりとかしません。こうじゃない。ありがとう、下野さん。うるせえ、黙れ。さあ、ということでございまして、まあ、今回ね、私、頑張って作っていきたいなと思うんですけれども、まやちゃんにもね、はい、お手伝いしてもらって。あ、私も手出していいですね。あ、もう調理時間をね、こうちょっと短くね、主にね、まやちゃんに俺ピザを担当してもらおうかなと思って。あー、 OK です。はい、もう本当にね、具材とかも、私とスタッフでね、切ってありますんで、もう乗せるだけみたいな形にさせてもらっておるので、はい、そっちの方を担当してもらおうかなと思います。わかりました。はい、なんか突然入ってきた。どうした。どうぞ。ビストロ下野なんで、ちょっと。あ、そういうこと。待って、でもさ、ウィームシューはさ、本来はこっちじゃない人たちが言うじゃん。全部をやるってこと。そうだよ、全部やるの。全部を兼ねる、オーダー何かしらのチキン。やるのね。やりましょう。いいでしょう、うん、オーダー、ピザとそっくり北京ダック、ウィームシュー。いやいや、おかしいやん。やっぱおかしいね。さ、こういう時せめて君たちぐらい言いなさいよ。一緒に参加してみなさいよ。危うく一人だった。そうだよ、結果前ちゃんも言わないもん。前ちゃんも言わないと思う。聞いたことあった。でももういいよ、行こう、もう行こう、やりましょう。まあ、ビストロ下野っていうことですからね。何が言いたいか分かったでしょう。ということで早速やっていきましょう。はい、これじゃあエプロンしましょうかね。そうですね、いろいろ準備しましょう。はい、じゃあ私はこれを焼いちゃおうかな。そうだね、うん、オーブンどこだ、こっちか。オーブン、あれか、あれ、これだね。これそれです。熱い、なんてこった。で、これはこのまま皿のまま入れていいんですか、それともじゃなくこうだ、乗せんのね。 OK。 これ結構熱いですよ。これこれ待って、これさ、このまま乗せられるのか。これをまず出すっていけます、手で。結構熱いと思うんですけど、中すごい熱いですよ。 OK。 おお、あ、じゃあクッキングシート欲しくないね。ちょっと待って、これ蓋のところに置かない方がいいね、きっとね。この上に、あ、こっちに乗せていい。はい、はい、よ、はいよ、はいよ。で、はいよ、これを乗せて、はい、これを乗せてピザをお願いします。こっち側でいいのか。どっちでも、どっちでも大丈夫、うん、OK。 じゃあこうしましょう。 OK。 ザーピオ、重いです、ね、結構。いや、もう、おー、いい感じ、いい感じ、大丈夫よ。もうすでにちょっとチーズ焼けてるじゃない。チーズ言ってる。もっとチーズ乗せない。もっと乗せます。もっと乗せない。乗せましょう。追いチーズお願いします。追いチーズいきますか、はい。
乗せちゃおう。いいね。パオリパオリ。もう森森。このテンションよくわかんないんだけど。わかんない。やっといたらいいでも。オッケーでこれでこっちね。焼きましょう。これは中段上段上の方で上の方ね。一番上ちょっと待って、一番上だとなんか具材が引っかかりそうだからこの辺にそうね。しましょう。オッケー。オッケー。カチャン。でこれで10分。はい。だいたい10分ぐらい。10分？待ってどうやってやるの？あ、これでスタートすればいいのね。じゃあスタートはまやちゃんから。では、はい、押させていただきます。はい、イエーイ、これで始まりました。はい、さあここからは私ね。この後でもまやちゃんに志麻さん終わりましたけど10秒か、なんか10秒っぽいなと思ったんですよね。言ってよなんか10秒っぽいよ。ちょっと待機してみたんですけど、ちょっと今志麻さん急にテンパり始めて今もう芯に酒しかかけてないからじゃあそれでまやちゃんお願いします。開けました。 10分始まりましたんでね。はい、はい、よし。これごま油だよね。うん、何っていうのが分かんないからね、うん、適当に。いや早くやんないとこれ食べる時間なくなるな。そうだよね。そうそうなんだよ。そうなんですよ。そうなんですよ。危険ですねこれ。そうなんですよ。最近の風潮からするにマジでなくなったら食べないで。そうなんです。年をまたぎますから。そうなんですよ。危ないですよ。でね、はい、もう一つ、はい、アルミがこっちにあるんだけど、うんうん、鍋ある？鍋。あ、ごま油いい香り。鍋ある？どこだ？あ、失敗しちゃった。シャリズラ。これね、これね、はい。絶対に両手必要なやつだけど、まあいいか。んはいはい、これでこれでいい。よし、はい、今これ茹でるんですか？違います、焼きます。焼くんです。くそ、手袋で反応しない。うん、はいはい、これぐらいにしといて参ります。はい、危ない。こっちも味付けといた方がいいよな。えいや、えいや、えいや、いいですね。アルミ箔を出す前にやってしまった。あら許せ。アルミをまた、アルミも出しづらそうですね。てか初めて作るからね。そうですよね、家でこんなの作ったことありませんから。やらないですもんね。はい、こうして、まあ、こうすることによって蒸し焼きになるんですね。でさらにこれを乗せます、うんうん、最高じゃないですか。何すごいことしてる、これで皮目にあの焼き色っていうかすごいつけるですよ。つけるですか？つけるです。はい、ピザはこれか、これだな。これでいいのかな。これで大丈夫。すげえ、この料理を作ってるところ横でピザを出すのもすごい。じゃあピザ参ります。はい、うわー、これはすごいよ。うわすごい、焼けてる焼けてる焼けてる。いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか。これはすごい。そしてちょっとごめんなさい、火が少し火強すぎたね。これぐらいかな。うん、うん、でピザは何で、これ、あそうですね、手でいける。あ、シートごとね、はいはいはい、シートごと引っ張ってって。熱くないですか？大丈夫。まやちゃん気をつけてね。はい、シートごと引っ張ってってここに乗せればいい。オッケー、おいしそう。こうするか、ち
ちょっとこの横のチーズすごいんですけど。いやもう超カリカリなんですけど。超カリカリなんですけど、はい。いい感じ。はいよ。後片付けはもう後にします。そうしましょう。ということでピザ完成です。やったー。ピザ完成です。美味しそう、めっちゃ。はい。できたんで、じゃあカッティングして向こうのテーブル。そうですね。に置けばいいかな。あ、とりあえずここでいいの？とりあえずここに置いておきますね、じゃあ。はい。さあ、その間に、このチキンが、焼き目つきましたかね。いけてるかどうか。匂いはいいよ。ああ、来てるよ、これ。うわうわうわ。YouTube で見られるのはここまで。本編を全部見たい方は、このボタンをタップ。アベマプレミアムなら私たち僕たちの限定トークも声優と夜遊び全シリーズも、全部見ることができます。ということでみんなも一緒に夜遊びしようぜ。